断食っていう言葉がありましてね、はいはい、人間でもそうなんだけど、はい、男の人とか男の子はね、はい、1日16時間、はい、女の子なら12から14時間、はい、この時間食べない時間を作る、あ、はい、お水だけ、はい、そうすると食べていい時間は8時間、はい、女の子だったら12時間から10時間、はい、この時間に好きなだけ食べさせる、あ、はい、だから1日2回食べさせて間におやつあげたりね、はい、してもいいんだけど、だからない時間を作る、16時間作ることが、はい、断食効果が得られるんです。12時間超えてご飯食べないと、はい、やっぱ体が飢餓状態になるから、はい、体からホルモンが出て、はい、血の巡りが良くなるんですよ。あ、はい、そうすると、はい、美肌効果、あ、はい、皮膚はね、はい、血良くなるし、はい、それから血の巡りが良くなって、例えばいろんな内臓臓器の、はい、ね、要は血流が良くなると、はい、美肌だけじゃなくて、はい、頭や心臓やね、はい、いろんなところにいい効果が得られるし、はい、だ血流が良くなることによって、はい、抗炎症作用、はい、これが働くんです、あ、はい、で老化ってあるじゃないですか、はい、僕らもそうだけど、はい、老化ってね、この慢性のこう慢性の炎症、はい、慢性炎症が老化になっていくんですね、はい、だから血流を良くすることによってアンチエイジングになるんです、はい、だから、はい、ぜひともこれをプチ断食を、で YouTube ご覧になります？いや、あまり見ないです、ね、ないです時間的にゆとりがないんで、ゆとりがないですか、もし見れたらね、10分ぐらいなんでね、はい、もしよかったら見たってください。あ、はい、わかりました。 YouTube ってありますよね、はい、遅いんですいません、やっと出てきた。でここで、はい、検索のとこで、ええ、獣医師佐野、はい、私佐野って言うんで獣医師書いてあります、はい、佐野、はい、で検索していただくと、はい、佐野って出てきます、はい、ここピッと押すと、はい、まあホームとか動画とか再生リストってあって、まあ、ここは診察風景なんですけど、はい、この再生リストをピッと押してもらうとね、はい、いろんな情報が載せてるんですよ、はい、で下の方に行くと、まあ、犬のこととかしつけのこととか、はい、で今話したのがプチなんですよ。あ、これ一回見たってください。でこれ人間にも使えますし、はい、ワンちゃんにも使える、はい、で男の子だからこういうふうな感じ で、はい、でもう現実問題、例えばね、5時からだから、結構それに近い感じですよね。そうですね、もう夜の5時から次の日の朝の3時までは食べてないわけ。そうです、何も水だけ食べてない。じゃあこれで3時間の、ええ、これでもう10時間ですよね。そうですね、こっちが、ええ、とこっちが14時間あるわけだから、ええ、何もない時間をちょっとずつ増やしてって、ええ、ね、16時間にしてもらうと、そうするとそう、あと体脂肪も燃えやすくなりますから。あ、はい、だから食事の量はそのままにしといても、ちょっと体重が減る可能性があります。分かりました。食事の量を減らしてさ、体重を落とすのもいいんだけど、まあ、食事の量は欲しがるだけだ、まあ、今ぐらいはやっといてもらって、結構であとは、運動とかね、はい、うん、適度な運動とか、こういう食事の与え方、はい、ちょっと工夫するだけでも体重を落とせるかなと思うんでね、はい、あ、分かりました。やってみてください、はい、そうすると楽に、ね、健康的に長生きしてくれた方がいい。そうですね。あとそうそう、免疫力が上がります。はい、だから私もやってるんです、実は。とか、あ、人間やるときはね、ちょっと大変だけど、朝ごはん食べないんですよ。あ、はいはい、で、お昼と夜、あ、はい、で、そこは食事制限なし。あ、私、昼って遅いんですよ、結構。あ、朝食べないけど、昼も1時、2時、3時、2時か3時ぐらいなんで、はい、で、夜そうすると、まあ、夜もちょっと遅めで、8時か9時か10時ぐらいになっちゃうんですけど、まあ、結局でも食べる時間を8時間以内に抑えてるから、食事制限はしない、好きなものを食べる。ただし意識してね、タンパク質を取った方がいい。あ、タンパク質。タンパク質をどっかで入れてほしいですね。はい。この子もそうだけど、でもドッグフードにはちゃんと入ってますもんね、タンパク質。はい。人間の場合は意識してタンパク質を取った方がいいですね。はい。わかりました。でももうなかなか難しいでしょ、人間タンパク質取ろうと思うと、肉か魚食べなあかんでしょ。そうですね。あの、で、実は言うとね、私ね、プロテインを飲んでます。そうね、プロテイン。あの、プロテインもね、ご存知かもしれませんけど、ホエイとソイがあります。あ、動物性と植物性、はい、こっちがおすすめです。あ、ホエイ、ホエイ、
動物性のタンパクを1日2回ぐらい飲んどいて、この8時間の、食べていい時間とかね。あ、一緒ですね。前マラソンして、早朝だと空腹でマラソンだもんで、ガタンと体重落ちる。ああ、しますよね。あ、それ一緒なんですね。じゃあまた、まあちょっとそんな感じで、ちょっとこの子も、で、あと、じゃあこのアンチドールね、いい点は、まあ、さっきちょっとお話した通りで、だからいろんなとこにいいけど、もともとはこれ関節のサプリメントでできたけど、皮膚にもいいし、まあ、皮膚によければ毛にもいいし、血管にもいいし、ということですね。ここに一回見ておいてください。で、とりあえずサンプル出しますか、食べるようだったら、それだけ買いに来てください。ただ最初2週間ちょっと大変だね。4つだ、1日ね、2個2個で4つ食べなかったら。そうですね。でも2週間経つと2個でいいから。はい。ということですね。あ、わかりました。はい、すいません。